どのようなものでそれを発信するのかっていうのを考えて、思ったらそこ発信する。まず動いてみる。本当に3倍ってすごいです、はい。めちゃめちゃ喜ばれました。美女化の視聴者の人に言いたいんですけど、うん、自社のコーポレートサイト、セッション数、PV 数言えますか？分化されてる。わかりました。はい。あとは秘訣3つ目は何でしょうか？はい。これはですね、まあ、吉岡さんもね、すごいなと、つながることをご紹介いただいたんですけども、圧倒的な人脈形成をしてきたっていうのはあるやろうなと。やっぱり僕、独立したのが32歳で、まあまあ、年取った後に、まあ、ね、下手したソビコンに、創業されてる方に申し訳ないですけど、結構まあ、最後のタイミングかなぐらい創業していて、まあずっと。全然そうないと思いますけどね、30代前半。まあ、前職で、まあ、ナンバー2として人脈を作ってたというの、社長の人脈ってそんなになかったのか、まあこれもね、当時からブランディングの方が強かったかもしれないんですけど、まず、未知という名前を売ろうって言ったもう、呼ばれた交流会に全部行った。あと、やたら T シャツ配ってなかった。そう、T シャツ配りました。はい。いろいろやってるなと思いました。有名ね、吉岡さん、踏まえ、有名な人と写真撮ってもらって、Facebook、アシスティング上げてみたいなのを、みんな全然できてないんですけど、やったりをしていって、まあ、Facebook も今4600人ぐらいになったんですけど、はい、みたいなことをやって、まあ、もちろんこの実績、待たせるところで言うと、プライム上場の、シーボンさんとかですね、ユースキン製薬さんとか、まあ、チャットワークさん、メペさんみたいな、こう、実績を伴ったところもあるんですけど、そうですね、やっぱりこう、交流会行った時に、あ、ゲオさん知ってますよ。未知、あ、ゲオさんとこですよねっていう、この、オーナー経営者からの安心感を、はい、もう、最初の3年ぐらいはひたすら、まあ、今もやってるんですけど、作りに行って、そこで、まあ、あ、ゲオ君のところ、この部分プロだよって言ってもらえるようになったっていうのは、それを作れたっていうのは、うちの成長の秘訣だったかなと思うんです。そこはもう、まず交流会に行くみたいなところとかもあるんですけれども、さらになんかこう、私、ゲンゴさんのイメージって、なんかこう、はい、数当たってるだけじゃなくて、はい、一人一人の関係者が濃いなと思ってるんで、なんで結構やっぱ、その、なんですかね、相手のことの理解度が高いといいますか、うん、なんでそこも結構大切にされてらっしゃるんで、今があるっていうのは。ああ、まあそうですね。そこはかなり大切に。まあ全部面白いってなるんで、はい、まあ、特に何もおらずご紹介したりとかですね。はい、逆に、あ、面白いこの人ってなったら、さっきのあれなんですけど、ご飯に行ってやるので、はい、関係者どんどん濃くなっていくかなと思うんですけど。いや、すげえですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、冒頭のところで、はい、結構、コーポレートサイトやブランディングが、会社で誰が担うのみたいな。はいはい。浮いちゃって、浮いちゃった。大切なのにあんまりできてないところが多いんで、うん、具体的に、まあ、ベンチャーとかスタートアップが、うん、コーポレートブランディングや採用ブランディングで、うん、やるべきことみたいなことをちょっと伝授いただきたい。ああ、わかりました。まずね、なんかその誰がやるのかみたいなところがあったんで、そこもちょっと加えて話すか。誰がやるかで言うと、一番忙しいかもしれないですけど、やって交換のは社長です。ほとんど僕のプロジェクトは社長が、社長が決めます。はい、なんで、まあ、浮いて、どこがやるんかったら社長を、まあ、あとは広報さん。まあ、役員さんですね。重役がやるのが一番重要だよっていうところを話したとともに、何をやるべきかっていうところをお話していければなと思います。はいはい、まずですね、まあ、本当になんか数多く何かがあるってわけです。人によってすごくあるんで、共通していることは、まず、ブランディングをしよう、コーポレートブランディング、採用ブランディングをしようとなった時の、まず目的って何なのかっていうのを整理するっていうのと、どういう対象に当てたいの？ブランディングだったら、事業会社なのか、どういう会社なのか、代理店なのか、採用だったらどういうペルソナに対して当てたいのかっていうところを、まとめるっていうところと、あと、自社の魅力は何なのかっていうのをまとめていくっていうのが、はい、まあ、そうです。具体的には、まあ、そういう PR した人誰なのか。対企業なのか、コーポレートサイトもね。対企業じゃなくて、コーポレートサイトから対求職者にすると思いますし、はい、上場前で言うと、最近やらしたリーディングマークさんとかは、対株主っていう視点も入れたい。企業さん、どこなのっていうところから、あと自社の強みとかですね、差別化は何、どういう思いを持って会社やってんのとか、何をなぜそう伝えたいのか、みたいなやつを整理するっていうのが、まず、もうこれだけで7割と思ってもいいかなと思ってます。はい、これ整理せずに、ふわっとした状態になってることってよくありますもんね。ほとんどです、はい。それがもう92社。なぜ、マーケティングの LP 作るときまとめるんですよ。はい、テレビ出るときまとめるんですよ。はい、最初からまとめましょうってやつ。はい。まあ、みたいなとこで、じゃあまあ、いやまあ、とは言われて、なんか、どうしたらええんかっていうとこで、まあ、僕らメディアを作るときによく使ったんですけど、はい、STP 分析とかですね、そうです。スウォット分析とか、まあ、いわゆる STP、セグメンテーション。その業界ってどんな業界なみたいなところから、ターゲットってどこの先ですね、株主なの。で、その株主はどんな株主に当てたいの、まあ、機関投資家とか個人投資家とかもあると思うんですけど、あとは、ポジショニングですね。他の企業がいるなら、どういうところを狙って、コーポレートブランディングを伝えていくのか、採用ブランディングを伝えていくのか、採用で言うと、どんなユーザーに対して伝えるの、採用競合いるなら、どういうことをやっていくのみたいなところとか。あと、そうですね。自社の強みを、ぐらいは、
何なのかっていうのをまとめて、それをどう打ち出していくのかみたいなやつを整理するっていう、はい、まあこういうフォーマットというか、STP 分析とかソフト分析で出てくるみたいな。こういうフォーマットですね。はい。こういうのをまとめてみるっていうのも一つ、あの、手かなというふうに。まあ思いみたいなところはここにはね、マーケティングメソッドが入ってないんで、思いはね、どういう思いを持ってかしやってんの、サービスやってどういう思いを持ってこのサービス提供してんの、などなど。なんでそれ伝えたいのっていうのをまとめるといいかなと思います。はい。まあ一つですかね。で、まあ、二つ目でいくと、それで、まあ、決まるじゃないですか。何を発信するかっていうものが決まるんで、次は、どのようなものでそれを発信するのかっていうのを考えて、思ったらそれを発信する。これが一つです。それが SNS なのかですね。まあ、コーポレートサイトをリニューアルするのか、採用サイトをリニューアルする、採用を求めては作るのか。で、あとは、最近ね、幅広い意味では動画っていう、これ、そうですね、動画。動画ですね。動画を使ってやるのか、などなんですね。まあ、それが TikTok を使ったショート動画なのか。ちゃんと YouTube とかロング動画なのか、などなどっていうのを考えて、まず動いてみる。マーケティングとこれブランディングも一緒、何が当たるかどうかわかんないので、出してみてデータで分析するっていうことをやっていくっていうことが、すごく重要ですと。本当にまあ、そういう感じのことだけ、まあ僕はコンサルティングしていくので、はい、やっているんですけども、まあ実際にこれで、これやっただけですよ。これをやって、まあ僕らが制作を作ってるんであれなんですけど、やった実績として、これ、吉川さんご紹介、TSS さんっていう介護とか医療の人材紹介会社さんで、急成長してる、もう100人ぐらい行きますか、1年目。行く会社さんで、採用説明会の前のオープニング動画を作って、それを言われたことを発信したら、エントリー率3倍になったと。エントリー率3倍ってすごいです、はい。めちゃめちゃ喜ばれました。はい。あとは、たくまテクノスさんっていうような感じで、ゴミ処理場の運営を市とかから受けてやっているような企業さんで、数千人もいる企業さんなんですけども、コーポレートサイト、採用サイト、採用のメディアみたいなところで、自社の良さみたいなところ、ゴミ処理場なんて、なんか魅力がないんじゃないかみたいなところから始まったんですけど、いや、そんなことないから聞かせてくださいっていうので、さっきの整理をしただけです。して、発信したらどうなったかというと、企業への、まあ、取材なのか何なのかですけど、問い合わせが2倍になって、エントリー率が6倍になったっていう採用ですね。めっちゃ伸びてますね。そう、めちゃめちゃ伸びて。まだこれやって、数ヶ月なんで、はい。爆伸びしてる。しかも、これって広告かけてないんで。広告かけてないんですよ。なんで、そんだけ増えると、なんか、利益インパクト大きいなって。です。だって今までのオーガニックトラフィックの転換なんですよ、これ。はい。だから、めちゃめちゃ価値あるはずですね。二つ目。まあ、三つ目で言うと、最近見極めとか見極めウェルビーの適正検査を出し事化させてやるデータ分析の会社さんありますけども、そことかで言うと、リーディングマークさんという会社さんと、もうミッションの取り組みとかね、そういうのをすごいこう、持った企業さんで、それを、サイトの中で、もともとかっこいいサイトだったんですけど、それが伝わってなかったんで、しっかりまとめることで、求職者の人が、そのミッションとこの取り組みやられてるのに共感しましたっていう感じの求職さんを爆走しますね。社応募とかですね。あとは、採用のメディアで、採用コンテンツでインタビューをすることによって、社内のその取り上げられた人のエンゲージメントが上がって、個人のインスタとか、ツイッターとか、フェイスブックでのシェアが、能動的に進んで、行ってたり。確かに、めちゃめちゃかっこいいっす。めちゃめちゃかっこいいなんですよ。こんなになっちゃったんですよ。前のやつなんかかっこよかった。黒いんでかっこよかったんですけど、何も伝わってなかった。なんか、やっぱ人が出てるんでいいっすね。そうです。このカメラは、本当かかるときに1日7時間ぐらいで撮ります。あ、そうなんですね。はい。大変なんですよ、はい。みたいなことまで、今先ほどやった、この2つをやってるだけです。だから、いかにまとめるのが重要なのか。で、まとめたんなら、いかに手間なく発信する。何でもいいと思うんです。僕らに依頼しなくてもあれですし、自分で動画、インカメで撮って出してもいいんです。社長が毎日インカメで、朝礼を、動画を上げるだけで何でもいいんです。やっぱりしっかりまとめた内容を発信するっていうのが重要なので、ぜひやろうというのが、まあ僕ら、今、ベンチャーさんが、できることなのかなというふうに思います。ちなみに私も広報担当役員を、はい、2年間だけ担当させてた、はい、まあ外れてるんですけど、はい、最初にやった仕事がコーポレートサイトの改善だった。あ、やってましたね。とりあえずコーポレートサイト経由の受注が最初年間2000万円だったんですけども、はい、それが8000万円まで。えぐ、それはえぐいっす。で、結構美女化の視聴者の人に言いたいんですけど、うん、自社のコーポレートサイト接触数 PV 数言えますかって、うん、で、結構みんなその話するとおろおろして、はい、あ、わかんないです。で、社長が多いんですよ。いや、知らないでしょ。はい。で、ウィディゲートだと、セッション数で1万以上で、PV だとその3万 PV ぐらい月々あるっていうことなんですけど、1万のセッションって結構すごいなと思って。いや、もうこれさえすごいですね。リスティングでこれ集めようと思うと、100円、200円の世界観なので、もう100万、200万のトラフィックが来てる。そうです。しかも、コーポレートに来てる人って、このパネルの中の、ちゃんとブランド、別に SE をかけてるわけ。そうですね。ないので、はいはい、本当にウィルゲートとかって打ってきてるんで、そう結構パネルの下の、なんで、採用応募に近いユーザーとか、うん、お取引前で見てるユーザーなので、そうなんですよ。ここ放置してんのもったいなくないですよ。そうなんですよね。はい。もうまさしくそうで、はい、まあ先ほど話したみたいに、はい、コーポレートサイトが原因で 30% 取りやめてるんです、発注を。はい。まさしくです。はい。はい。ところなので、はい、なんで、ここの事例も、なんか、
あの僕が広報担当役員になる前は、はい、こんな伸びんのまさかみたいな感じだったんですけど、もういざやってみて、いや、はい、そりゃ伸びるわなみたいな感じで思いました、はい、いやありがとうございます、はい、ぜひぜひ。改めて、はい、まあ、ミツさんの今後のなんか成長戦略であったりとか、はい、平方さんがここを目指してるんやみたいなことをちょっと伺えていきたいと思います。とても重要な部分ですね、まあ、事業もそうなんですけど、はいはい、まあ、ここを目指してるとうちのミッションが、世のポテンシャルを逆説するというミッションと、ビジョンが全ての人が輝く世界に入るというミッションビジョンを、ね、経営してるんですけど、まあ、目指すべきところっていうのはこのビジョンの達成っていうのに尽きるかなと思ってまして、このミッションビジョン何かというと、まあ、僕も先ほど話したできない人この世にいないと考えて、誰でもできるようになるし、できないと言われる人たちはなんかこうボタンがどっかについてるんですよ、ね、できるスイッチみたいな、それを見つけてもらってないし押してもらってないんだけど、押してあげると、まあ、先ほどのね1年半で30万しか出なかった営業さんの話に結びつくことが実現できると信じています、うん、なので、そういうポテンシャルを秘めた方たち、特にちょっと個性が強すぎて社会に染まれない人とかですね、あとは職業を言うだけで、差別されがちな職業、まあ、ちょっとあえてここは具体的に言わないんですけど、はい、あると思ってまして、そういう人たちを結構積極的に採用してます、はいはい、でそういう人たちを積極的に採用して事業を通して、僕ほらできないって言われた人ができたでしょ、できないって言われたでしょっていうのを一人一人こう体制させていくっていうことを、やっていくっていうのが世のポテンシャルを飛躍させるという作業なんですが、ビジョンに対しては、すべての人が輝く世界なので、これ僕の会社でやってても、全然キリがないなと思ってますと。僕は5億までの会社を100社作って、まあ、5000人ぐらいの会社を作りたいなと思ってるんですけど、これでも5000人の営業なんで、どうやったらもっとその、できない人をできる人に変えていくっていうところをできるのかなと思った時に、じゃあ差別されへんなったんやし、就職において。そういう人たちが履歴書に、まあ、いわゆるこう差別されるような職業の名前を書くだけで、跳ねられてるわけですよね。はい、跳ねられるっていう世界をなくしたい、じゃあどうしたらいいのか、強制できるのは法律しかないと思いまして、僕は、死ぬまでに厚労省さんとそういう就職における差別をなくすような法律を作って死ぬっていうのを決めてまして、そうなってくると、まあ日本でいうと1億何千人っていうところに影響させることができるので、それを達成させるっていうのが僕らが目指すべき方法です。で、事業的なところでいうと、そういう多くの人たちを囲える事業を多く作っていかないといけないです、はい、なんで僕ら50名までの会社を100社作る、多くまででいいからってやってるんですけども、僕らのマーケティングもブランディングも正直難しいんですよね。はい、正直難しいと思います。例えば、中卒で、やられてる方とか、学がないっていう方がいたときに、ブランディングってすぐは難しいので、もっとこう簡単な仕事の会社も作りたいですし、ちょうど9月に、採用支援会社を人いるっていう会社を1社作りまして、あ、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、経営者インタビューメディアを作って、経営者にインタビューしに行って話聞くっていうことで言うと、やっぱりなんかこうね、企画まとめるっていう全然多分できることなので、そういった会社を作ったり、その今後もそういう会社を幅広く作っていくっていうのを考えてるっていうのが今の道の事業的な成長戦略で、でニッチトップでナンバーワンを取る、5億でニッチトップ取れるっていうようなところを2つに参入していくっていうのを今考えてます。でも改めてこういった形でゲボーさんのお考え聞いてこなかったんで、あ、こんな感じなんだと思ってすごいビビビときました。ああ、ありがとうございます、はい、確かに差しではないですよね。しかもやっぱ結構もう本当にお客様に対してやられてらっしゃるんで、はい、すごいなんていうんですかね、こうゲホーさんの気持ちがビンビン伝わってくる、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ熱くて元気素敵だなと思いました。ありがとうございます。で、その中でビジネスオタクチャンネル、視聴者の方が経営者とかビジネスパーソンの方が多いので、何か PR したいことがあればお願いします。そうですね、まあ、こういう感じのことをやっているので、そこにご興味あったら来て声掛けいただいたらっていうのもそうですし、まあ、ちょっと10月から新たな気になってるんですけど、ここからまあこういうような話ですね、まあ、ちょっとワークとかも踏まえるかもわからないんですけど、セミナーを結構積極的にどんどんやっていこうかなと思ってますんで、はい、ぜひぜひ、まあ、道株式会社とか変わった会社なんですけど、見ていただきながら、まあ、ここもね、概要欄とか出てると思うんで、見ていただきながら、そのセミナーをしていただいたらなっていうところが、まあ、一つですね、はい、思ってます。はい。はい、じゃあ、まあ、ゲホーさん の SNS の URL であったりとか、もう、ミツさんのコーポレートサイト、ほんと見てほしい。ゲホーさんのメッセージがめちゃくちゃ熱いのあるんで、はいはい、ここでも記載しておくので、ぜひ、見てもらえたらなと思っております。はい。で、さらに、今回、視聴者の特別特典作ってきましたよ。はい。いいですか、はい、はい。特別特典として。もう今ほとんどやってないんですけど、まあ、今日僕の話を聞いて、こいつ面白そうだなと思ってくださった方。僕が、自ら60分の、その、御社の魅力を引き出すコンサルティングを、無料で、提供させていただきますし、ちょっと僕、なんかあんまりコミュニケーション嫌いねんなーって方はですね、フォームから、こういったところに課題があるから、サイト一回見てよっておっしゃっていただいたら、まあ、分析レポートってほどでもないですけど、まあ、テキストとかで、こういったところが御社課題感あると思いますよ、一回お打ち合わせしませんかみたいな形で、無料レポートを
ご提供させていただくようにしたいなと思います。ちょっとまあ僕一人だけなんでそこをやってるのが、ちょっと先着順になってしまうかもしれないんですけど、お声掛けいただいたらできる限り、吉岡大先輩 の, あの番組なんでやろうと思ってますので、振るって応募いただいたらなと思っております。確かにあの、コーポレートサイトのこの、いい意味でのダメ出しワンオンワンって、めちゃくちゃニーズあるな、はい。いや、あるっすよね。先ほど言った通り、多分皆さん、実際コーポレートサイトのセッション数、DBS 答えられてないと思いますんで、セッション数です。3000以上とか、どれぐらいあると、やっぱ、コーポレートサイトって お金払って集客するタグのものじゃないじゃないですか。はいはいはい、なんか、こういうところ、なんで、ウィリゲットみたいに、あの月1万セッションあるところはめっちゃ成果で安いとか、うん、なんか、こういったところに特におすすめってなんかありますか、まあ、基本的には、はい、数じゃなくて、もう来てる方は求職者の人なんで、別に、はい、もう、その、見てくれた一人がそのまま入社すれば1万円って形で、はいはい、まあ、セッション数だけでもないとは思ってるんですけど、はい、なんかこういう企業さんだと特に、いいぞみたいなことがある。ああ、まあ、それ言うと、まあ、あの、まあ、セッション数が多い少ないではないと思って、本当に見てくれた方がどう刺さるかなんですよね。はい、それで言うと、まあ、どうでしょうか。3年以上コーポレートサイトを、いじってないとか、リニューアルしたことがないって企業さん、もう5年以上だったらそれなくて、10年以上だったら今日電話ください。ぐらいの感じで思って、そういう方でもうほとんど名も載ってないので、ね、はい、代表挨拶3行で、社長の顔は載ってないので、ね、でも社員愛がすごい。マイナビ見に行ったら、乗ってるとかはもうダメなので、ご連絡いただければ即効果です。あと、思いが強い企業さん、社長さんがいらっしゃれば効果はすごく出やすいかな、採用面もそうですね、思っておりますので、ぜひぜひお考えいただければと思います。代表であるゲホーさんの時間、60分捧げてくださるって、はい、結構なコミットメントを感じましたので、はい、あの、ぜひ今日のお話聞いて、ゲホーさん熱い相談したいって人がいたら、概要欄に、あの、特典について記載しておりますので、お問い合わせいただけたらというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい。ギャルさん、今日お話、あっという間だったんですけど。マジ一瞬ですね。あの、改めてやっぱ、むちゃくちゃパッションというか、あれ、熱さ感じて素敵やな。ああ、はい。そうですね。はい、パッションだけで来ておりますので、はい。先輩に可愛がっていただいたなと思っております。ありがとうございます。はい。でも、あの、もう繰り返しになりますが、やっぱり、本当ブランディングとかって、こう、どうやればいいかわからないっていうので、やっぱ放置しがちになってると思いますし、先ほど言った通り、コーポレートサイトも本当に、もう見てくれてる人って、なんか発注検討してたりとか、あの入社検討してくれてる方とか、うん、場合によっては、さらにそのご家族、あの、社員の方のご家族の方だったりとか、うん、あの、会社のステークホルダーの中でも、むちゃくちゃ大切な方が見てくださってるんで、そこの看板をきれいにしておくのか、なんか汚くしてるのかって、むちゃくちゃ会社の未来を変える行いだと思っておりますので、うん、ぜひこのタイミングで、3年、5年、10年、オープンサイドいじってないって人は、即、ゲオさんにご連絡いただきたいと思います。ということですね。はい、ゲオさん、今日は大変勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画を見ていいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。また感想はコメント欄やツイッターでもお待ちしております。私も全件リアクションさせていただきます。またビジオタチャンネル今スポンサーを大募集中でございます。気になる方がいたら、私の SNS までご連絡ください。また出演者の方に何かお問い合わせあれば、そちらも、私に直接ご連絡いただければなるべくおつなぎできるようにいたします。